こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は、デビエーション TX ファームウェア搭載送信機、シャンパー T8SG-V2 プラスを、しゃべくりマシンに改造するチップスをお送りいたします。この T8SG-V2 プラス送信機は、スティックに非接触のホールセンサを採用し、画面に UPEL ディスプレイを採用したシャンパー社渾身のフラッグシップモデルですが、先日同社が新たに発売した送信機 T12 はオープンソースファームウェアとして双璧となる OpenTX を採用しています。外観は色が違う以外はそっくりで、両社とも背面に JR 式の RF モジュールが装着できるのも同じ。しかし、大きく違うところが、それは電源を入れた瞬間にわかります。しゃべる。オープンソースとして公的主関係にあるファームウェアですが、OpenTX 機 T12 はしゃべって歌えるのに対し、デビエーション TX ファームウェアの本機 T8SG プラスは中の人がとっても寡黙なんです。というわけで、うるさいくらい喋る送信機に改造したい。実はデビエーション TX も音声再生機能の実装が始まっており、ハードウェアの追加で簡単に音声再生が実現します。さて、必要なパーツはたった3つ。TF インターフェースを持つインテリジェント MP3 プレイヤーの TF プレイヤーミニと、口径22-24mm の薄型8オームスピーカー、音声を保存しておく SD カードです。どれも Amazon で入手可能で、プレイヤーは300円前後、スピーカーも4個入りで700円前後と格安で入手可能です。まずは裏蓋を外してさっくりと分解しちゃいましょう。実は本機のメイン基板には最初から TF プレイヤーミニが搭載できるようになってます。 TF プレイヤーミニのピンがそのまま基板に刺さりますが、不要なピンもあるので、左側は2本、右側は6本のピンを除去する作業が必要です。まずピンを束ねている黒いプラパーツの除去する部分を境に切断します。次にハンダコテで温めながらピンを抜きます。左右両側のピンをこのように引き抜いて除去作業は完了。一応メイン基板のピンホールとフィッティングしてみます。うん、ぴったり。さて、お次はスピーカーの取り付けに行きましょう。メイン基板を送信機ボディから外します。ジンバルを含めほぼ全てを外すので手間ですが頑張ってください。スピーカーはこの位置に搭載します。ちょっとフィッティングしてみます。23mm径でぴったりですね。さて、スピーカー線をハンダ付けします。
ピーカーはボディのスピーカーホールにホットグルーで接着。さて、メイン基板と接続するのはこのモレックスフィコブレード 1.25mm コネクタ。ちょっぴり入手性が悪いので廃棄するEフライトバッテリーからの流用です。スピーカーの作業は完了。続いて PF プレイヤーミニをメイン基板にハンダ付けします。有機 EL ディスプレイを取り外します。映像ではフラットケーブルを抜いていませんが、後で外す必要が出てくるのでコネクタの爪を跳ね上げてケーブルを抜いておいてください。というわけでプレイヤーのハンダ付け。全ハンダ付け作業完了。次に BF プレイヤーミニを追加したことで干渉を起こす裏蓋の加工を行いましょう。裏蓋には最初から搭載を予定してたと思われる切り取りのための溝が掘ってありますので、その溝に沿ってナイフで切り抜いてください。切り抜き作業完了。では組み立てましょう。スピーカーコネクタはここに接続してください。切り抜いた裏蓋部分にはちょうど BF プレイヤーが来ます。さてバッテリーも接続しましたので電源を入れて起動テスト。OK。 最後の作業は SD カードに音声ファイルをダウンロードして入れることです。 SD カードは SD 規格か HC 規格で 32MB までのカードでないと認識しませんので注意。音声ファイルは全部で 125MB ほどなので小さい容量で十分です。さて、送信機も USB モードで PC に接続します。音声再生のINIファイルを書き込むためです。
まずは SD カードをフォーマットしましょう。ファイル形式は FAT32 です。次に送信機のハードウェア .ini を書き換えます。リマークされているボイスイコール行をボイスイコール DF プレイヤーと書き換え、さらにボイス UART5 イコール1の行リマークを解除します。次は音声ファイルの入手です。 DeviationTX のサイトへアクセスしましょう。ダウンロードリンクをクリック、テストビルドをクリック、モエダーボイスパックスをクリック、フランス語、英語、ドイツ語の3セットがありますので、今回は英語をダウンロード。ダウンロードした voice-en-large.zip を回答します。回答されたフォルダを開き、 MP3 サブフォルダを SD カードにコピーします。さらに回答フォルダにある voice.ini を送信機 USB ドライブのメディアフォルダにコピーします。USB ドライブは送信機を含めちゃんと USB の取り出しを行って抜き取りましょう。音声データの入った SD カードを装着します。緊張の電源投入、やったー。 Welcome to IPTX。 Welcome to TV。